UGCEPG パツシャーラへようこそ。大阪大学大学院文学研究科のムハンマド・マイヌディンと申します。ペーパー誌明治大正文文学モデュールタンビハーの文学長い花風を中心に、キーワードタンビ、タンビ主義、タンビ派、パンの会、谷崎潤一郎、東京、隅田川、セーヌ川、芸術、美、女性崇拝、谷崎潤一郎、長い花風、見た文学、明星、ロマン主義、反自然主義、地獄の花、夢の女、アメリカ物語、深川の歌、誕生、知人の愛、死生、母を凍る木、背景、タンビ主義は、日本で20世紀の初め頃に森鴎外や上田敏によって紹介されました。タンビ派は、考え方では道徳、不道徳や善悪などを問わず美を優先するものです。北原白秋、若い詩人と美術雑誌『芳春』の画家たちによって開催された芸術サロン『パンノー会』の最初の会合によってタンビ派の道が開かれたと言えましょう。パンノー会の若手詩人たちが明星の他の詩人たちと一緒に発行し始めた雑誌スバルと、約1年後に慶應義塾大学から長い花風を編集主幹として出版された三田文学は、タンビ派のイデオロギーを一般の人々に広めていきました。両者はタンビ派の代表的な雑誌として知られています。また、長い花風や谷崎潤一郎らがタンビ派の代表的な作者として夢であり、両者とも反自然主義作家です。花風の隅田川、腕比べ、などは代表的な作品として挙げられ、谷崎の死生、知人の愛などは大変有名な作品です。目的、ホンモルジュールでは、20世紀初めの日本で流行ってきたタンビ派について学習するヨーロッパのエステティックスクールと同様なもので、あり、道徳などよりも芸術、美に価値を置くものです。長い花風、谷崎潤一郎、江戸川乱歩などはタンビ派の作家として知られています。ここではタンビ派の誕生やこれに属する主な雑誌について見、その代表作家について勉強します。タンビ主義、タンビ派や本グループに属する主な雑誌や作家について学ぶことは、このモジュールの目的です。本文、タンビ主義を報じ、それに従う一派をタンビ派と言います。タンビ主義とは、道徳、不道徳や善悪などのようなことにかかわらず、芸術、中でも美を優先にする考え方です。タンビ主義者にとって芸術は人類、社会、
道徳の新法ではなく、美が唯一の目的です。19世紀後半、フランス、イギリスを中心に流行り始めたエステティシズムは、日本で耽美主義、唯美主義、審美主義とも言われます。そして、20世紀の初め頃に、森鴎外や上田敏によって紹介されました。後に、長井花風、谷崎潤一郎らが代表的な耽美主義の作品を発表しました。日露戦争のわずかな数年間にわたって日本の文壇は自然主義文学に覆われていました。それと同時にこれに反対するグループも現れてきました。耽美派はその一つとして見られます。耽美派の誕生は芸術サロン、パンの会の広がりと密接に関わっています。北原白秋、木下木太郎、長谷秀世、高村光太郎、吉井勇、若手詩人たちが文芸雑誌明星から同時に離れて美術雑誌芳春の石井博定ら青年画家たちと一緒に1908年12月にパンの会の第1回会合を開きました。これは東京の隅田川河畔で月に数回行われていました。パンというのはギリシャ神話の牧羊神のことです。これはフランスのパンの会の影響を受けて東京をパリに、隅田川をセヌ川になぞらえて活動をし始めました。パンの会は反自然主義、耽美的傾向の新しい芸術運動の場となり、1908年末から1913年頃まで続いていました。これは耽美派運動の会とも言われています。彼ら若者たちが森鴎外と上田敏をパトロンに雑誌スバルを創刊し、後に長井花風を中心に見た文学という雑誌が出版されることになりました。主な雑誌、上述したようにスバルと見た文学は耽美派運動の大変重要な雑誌として知られています。以下、それらについて見てみたいです。スバル、北原白秋や若手詩人たちが与謝野鉄幹の明星を離れてから明星は廃刊になり、そこに残った人々を含めて、スバルが1909年1月から発行されるように
なりました。森鴎外と上田便がパトロンになり、与謝野鉄幹や与謝野晶子の協力を得ました。本誌は1913年12月まで全60冊出版されました。鴎外や白秋らの他に石川啄木の作品も掲載されています。啄木は最初の約1年間スバルの発行名義人を務めました。これはスバル創刊号の表紙です。本誌はタンビ派の文芸雑誌として有名になり、反自然主義的、ロマン主義的な作品が多く出版されています。鴎外の青年、ガンや啄木の赤痢などは、スバルに載せられた主な作品です。また、第6号から長い花風の訳詞が発表されています。三田文学、長い花風が慶応義塾大学、慶応大学と言います。に、招聘されたことが、三田文学の出版の道を開いたと言えます。本学の文学家は森鴎外と上田便を顧問に迎え、長い花風を編集主管として三田文学を出版し始めました。創刊号は1910年5月に刊行され、それ以来、7回の休刊を経て、現在に至るまで、その出版は続いています。1925年の第1回の休刊まで、早く75冊が続けて刊行されました。1985年以降、今日まで、期間で毎年1月、7月、10月に発行されています。商業文芸誌を除いて、日本で一番長く出版されている文芸雑誌です。これは、三田文学創刊号の表紙です。三田文学は、早稲田文学の自然主義に対し、反自然主義の文芸雑誌の一つとして知られていました。花風や鴎外の他に、谷崎潤一郎、芥川龍之介の作品も本誌で出版されています。代表作家、長い花風はタンビ派の代表作家として挙げられています。また、谷崎潤一郎もタンビ派の重要作家として知られています。ここでは、長い花風について学習しましょう。長い花風。長い花風、本名長井宗吉は1879年12月3日に長井久一郎と常の長男として東京市小石川区で生まれました。父、久一郎は、すでにアメリカの大学に留学した経験があり、その後、日本政府の機関、
文部省、内務省や帝国大学日本郵船などに勤め、監視人でもありました。父は当時のいわゆる知識人の一人でエリートでした。母は日本の有名な儒学者鷲月堂の次女でした。家父は母の影響で歌舞伎や邦楽に親しみ、漢楽などを学びました。このように、家父は両親から西洋と東洋の両方の文化を身につけて育ってきました。一方、私生活は安定を欠き、二回結婚したが、二度とも短期間で離婚に至りました。彼は1903年から5年間、アメリカとフランスに留学し、帰国してから反自然主義運動に参加しました。この留学時代の経験を小説に書いたほか、耽美的な作品を発表するようになり、近代日本の有名な文筆家の一人として知られるようになりました。家父の創作活動について言えば、彼は随筆16詩の頃の冒頭部において大変重要な文章を残しています。いかにそれを見てみましょう。16詩の頃、私は病のために一時学業を廃したことがあった。もしこのことがなかったなら、私は今日のように老いに至るまで関門寺をもてあそぶがごとき、ユダの身とはならず、一家の主ともなり、親ともなって、人間並みの一生涯を送ることができたのかもしれない。この時期、1894年に、家父は病気のため、一時的に学校を休み、その間、水光殿や八犬殿、東海道中膝栗毛などを読みました。これは彼の創作活動に大変重要な役割を果たしたと考えられます。家父は私の処女作において、私の文士としての生涯は、明治31年、20歳の秋、牛込屋来町の広釣り雄郎先生の門を叩いた日から始まると記しています。この時、持参した作品は、1999年7月に文芸クラブに柳奈美先生と合作という名義で発表された薄衣のことです。が、本当の処女作は、すだれの月であると、家父自身が書いています。家父の作家活動の始まりは、批評家たちによってしばしば論じられる課題となってきました。
観音秋政氏は、長い花風の小説はどこから始まったか。長い花風の小説家としての生涯はいつ始まったか。と、問い、検討しています。観音氏は、事実数、関係を見渡し、長い花風の小説の始まりは、深川の歌である、と指摘しています。花風は、1908年12月にこの作品を書いたが、この時まで、すでに小説、地獄の花、金光堂、1902年、夢の女、信仰者、1903年、アメリカ物語、1908年、などを出版していました。観音氏が深川の歌を長い花風の小説の始まりと捉えている理由として、深川の歌を書き上げることによって、長い花風は新しい場所にたどり着いた。彼の視野には、これから先書くであろう小説の輪郭が見えてきたし、どんな場所に身を置いて小説の筆を走らせればよいか、つまり小説家としてどんな位置を選べばよいか、それも確かに決められることになったと述べています。1908年12月とは、タンビー派運動に大変重要な時期であり、この意味から、二川の歌は彼の小説の始まりだと言っているのでは、と言っているのではないかと考えます。なお、タンビー派運動の視点から見て、花風の文筆家としての生涯は五期に分けられています。深川の歌が発表される前までの時期は第一期。その後、明治末期、つまり1912年まで第二期。1912年から1919年は第3期、1919年から1930年は第4期、その後は第5期と言われます。単美主義の面から第2と第3期は最も重要な時期です。隅田川、もみ山書店、1911年、腕比べ、1918年、などのような作品は、この時期に発表されており、耽美的なものです。やはり、長い花風なしに、耽美派運動を考えることは、できないと思います。